ピンポンピンポンピンポン。はーい、今行きます。頼んでたケバブ、いただきます。カレーうめ。東京です。今日はです。僕ら大中とか大中小とか比較する動画多いじゃないですか。超巨大な包丁をすっごい探してて、見つけても特注で作ってもらうとか、普通じゃ手出せないレベルのものばっかりだったんですよ。で、でかい包丁も2年前ぐらいからずっと探してて、まあ、諦めてたんですよ。そしたら、ありました。でっかい包丁が。びっくりした。こんな簡単にあるんだと思ったんですけど、皆さん、クジラ包丁ってご存知ですか？名前の通り、でもクジラっていうぐらいだから、でかいんですよ。まさか、売ってるとはということで、ついに手に入れました。見つけちゃいました。クジラ包丁。こちらです。じゃーん！やばくないですか？本物です。クジラ包丁とはクジラを解体するための包丁という名の何かただでさえ道具というよりは武器のような姿である。クジラをさばくためのやつ。あ、本当にクジラ切る時のやつだこれ。すごいね。普通の包丁と比べてみましょう。はい、こんぐらいです。注文してこちらなんと3000円ぐらいで手に入りました。すごい。こんなでかい包丁あんだって。これ武器じゃん。こんなん持って戦ったらさ、モンハンだよモンハン。ギコーってやったらほら、あ、切れた。綺麗に見て、綺麗に入ったよ。でもね、分かってはいると思います。はい、タイトルにも出てるんでね。錆びてるんですよ。すげえ錆びてた。ボロボロ。まあそれその値段でさ、こんなでかい包丁さ、そんな安いわけないじゃないですか。これで何かをやる動画はちょっと撮っておいて、どれだけ綺麗になるかちょっと磨きかけたいと思います。復元みたいによくあるじゃないですか。ピカピカにします。あのメンバーみんなでこれ磨き上げます。まあビンポン。しかし改めて見ると結構こんな錆び具合ですよね、これ。今回のためにいくつか物用意したんですよ。まず普通のヤスリ。あの、僕のね、亡くなったおじいちゃんがよく使ってたやつでこれもらったんですよ。ヤスリを結構何種類か用意しました。目が粗いものから、目が柔らかいもの。3種類、4種類ぐらい買ったんだけど、順序追ってやっていくって形ですよね。で、あとこれがソフトクレンザー。まずはマジで一回、重くそ研いでみます。という感じで、ヤスってきまーす。なんかさ、俺昔さ、YouTube 始めた頃とか、一人でさ、こんな感じでさ、制作動画出してたわ。ずっと武器作ってた。それがスプレーアレルギーかもしれないと分かった途端にやらなくなりました。ほんとに具合悪くなりました。すげえなーこれ。あー、でも鉄の部分出てきた。懐かしいなー。マジで武器作り思い出す。みんなが一番好きな武器作り教えてください。マジで気になる。ちなみに僕が一番好きなのはクオリティとかで言うと、やっぱキーブレード一番やばかった。やばい。あとストーンブレイカーとかで無情にが最初の方に作ったやつだからすごいね、思いがあるけどね。はい、粗い方のヤスリで大体削っただけでも結構生き返ったと思うんだけど、まあサビが取れたっていうのが正解かな。ここからやばいやつでやっていきたいんだけど、もうそもそも包丁研ぐ知識ないんですよ。なのでちょっと見ながらやりたいと思います。次はちょっとある程度肩出しでこすります。そしたら目の粗くない400のヤスリでちょっと周りをちゃんと削っていきたいと思います。ジュニジュニが仕事から帰ってきました。すごっ。ちょっと取れたよね。取れたね。マジでヤバかった。あ、取れる。本気出せば、はあ、すげえ力入れたら黒いとこ全部取れてる。今シルバーになってきた。これしんど。綺麗になってるよね。綺麗になってる、なってる。これはしんどいわ。しんどいわ。しんどいんだけどこれ。なんか超取れてる気がする。鉄の色になってきてるじゃん。いや、そうなんだよ。ちょっとこれ流してみる一回。表と裏での違い読みたくない？見たい。いや、違い分かんねえな。でも、ああ、いや、まあ。で、反対どうなってるんですか？反対見てみる。反対がこう。お、違う。全然ちゃうやん。全然違うじゃん。全然違う。すげえ。これはやりがいあるね。どんどん行くぜ。それじゃあ初挑戦、こいつ使ってみます。めっちゃ怖いっす。
ょ、わかんない、わかんない、できてんのかな。でも後はめっちゃついてるよね。とりあえずこれで周り削っていきますか。あーでも落ちてる気がする。ちゃんとやってれば綺麗になりそう。という感じで皆さん、ついに完成しました。クジラ包丁がオープン。てんてこまい、てん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 てこまい、てんてこまい、てんてこまい、てこまい、ててこまい、てんてこまい、てこぱまい、てててて。実際僕だけじゃなくて、ちょっとみんなにも協力してもらいながらね、あのメンバー全員で研いでいったんですけど、出来上がりました。でちょっと研いでるところね、だいぶしょっぴいちゃってるんですけど、最初のに比べたらえげつないと思います。だってこれ鏡になってるもん、ほらめちゃくちゃ向こうのカメラ映ってるもん。見るの無残なクジラ包丁がこんなに輝きを増す仕様になりました。あの素人集団なんで粗いところが残っちゃってます。ただ本当に周りを削ってもいるし、研いでもいるから切れ味も増してると思います。それではこれでうちのメンバーを切り刻んでいきたいと思います。サイズもさることながら、こんだけ磨かれると刀だわ、もうすでに。って感じでちょっと早速切っていきます。っていう感じで切れないといけないんで、うん、やっていきます。うわ、ちょ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 いやいや、何も面白くない。ゆっくりさ、あの切りますね。おー、切れてる切れてる切れてる、すごい綺麗に切れてんじゃん。おー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 、すごい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 。ちょっと薄くいってみよう。薄く薄くね。あ、全然すごいじゃん。おー、すげえ、すごい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 。え、めっちゃすごいじゃん。おー、ギコギコしたくてするの。一回で切れるんだよ、このサイズだと。ほら、おーい、気持ちいい。うわ、関係ないじゃん、やめてもらっていいですか。よくさ、うん、お母さんとさ、うん、料理の手伝いしてるときに、うん、大根おろしやっといてって言うからだ、うん、そう、そのときに俺が食べ過ぎちゃって亡くなる事件がたくさん起きてるから。迷惑な小僧子だって。あんた食ってるよ、マジで感動する。知ってるよ、生大根は。いや、今もっと感動する。これ、熱いな、ちょっと。マジ、僕ね。うまい。二人とも八百屋じゃん。確かに。八百屋だよ。いや、あの間違えられた時に言うんですよ。さすが先輩。あ、先輩だろ。八百屋芸は先輩だから。そっかそっかそっか。うん。味噌汁もぜひもらっていいっすか。八百屋だよ。続きましては、はい、キャベツいきましょうか。キャベツの、それで先日すぐ怖いな。腕落ちるかもしれない。でも行くよ。行きます。うわ、腕行きそう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 、怖い、コントロールできない。いや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 、違うって、それは絶対。すごいね、その厚みのキャベツ行くね。ね、結構きついよね。こういうのを千切りするのが大変だからさ、うん、あの半分に分けたりするじゃん。そうで、ちっちゃい包丁できないじゃん、うん、でもどんなにでかい野菜でもこいつがあれば、いや、まあ便利ってならないさすがに。でもいや、まあ野菜は言ってますよ、シャキシャキが売りだから、うん、簡単にいっちゃうんですよ。切りやすい切りやすい。ここからこちらの商品の本当の力をお見せしたいと思います。こちらでございます。ビッグお魚ソーセージでございます。お魚ソーセージなの。違います。違うじゃん、全然違うじゃねえか。おお、わあ、これ絶対お魚のソーセージだよ、これ。あれ、お魚のソーセージじゃねえ、これ。お魚のソーセージでしょ。うん。俺カメラのレンズとぴったり。あ、やっ。そして最後はですね、鶏肉。そう。こういうお肉が下処理できないと意味ないので、まず皮をこうちゃんと取れるかどうか。はいはいはい。皮取れてますね。こういう筋の部分、こういう筋の部分をね、しっかり落とさないとダメだから。
お、取れる取れる。筋を取らないといけないな。唐揚げとか作るのに何するのね。唐揚げって言ったの。うん、言ったけど、え、どういうこと。呼んでないよ、別にエイジさんのこと。唐揚げって言ったら来ちゃうぐらいバカだっけ。大根うまいでしょ。うまい、甘い。ね、ほら。さすが、八百屋。八百屋だよ。違うよ、八百屋、間違えられたら八百屋だよって言うんだよ。でもこれもう、そもそももうできてるから。実家精肉店だっけ、基本って。いや、いや、そういう時に言うんだよ。やっと来た、バッチリのタイミングじゃん、今の。なんで喜んでるんだよ。でもすごいスーっていってんじゃん。こんな分厚い鶏ももね、このサイズの包丁だったらね、この肉こうやって切れれば人肉だってすごいびっちゃびちゃにね。これクマ、この状態で俺な、あ、俺っていう感じで、はい、巨大包丁見事に使える。いや、すごい、ちゃんとしてる。しかし、やりたいのはこれだけではありません。ねえ、やだ、怖い人モードだ。え、水の呼吸でいきます。はい、水の呼吸でいきます。はい、雷の呼吸。あれ、霹靂先生。おお、ピクチを見たい。おお、なるほど。おお、ナイスで。おお、マジで本当だね。皆様、大きい包丁やちっちゃい包丁、何でもそうです。買ったんですけど、刃物持ってるから大変気をつけてください。